おはようございます。おはようございます。フレームツリーが咲いてるよ。そう、こんな時期なのにフレームツリーが咲いている。狂い咲きですね。狂い咲き、あそこにも。あ、本当だ、うん、あそこにも。なんかさ、でも得した気分なんですよね。そうそうそう、なんかね、この時期ないから、うん。今日はどこに来たんですか？今日はサタデーマーケットですね。おー、イエー。実は初めてかも、はい、私もここに移動してきてからは初めて。え、前のとこも、うん、ほら土曜日ってさ、うん、仕事のことが多いじゃん、うんうん、だからあ、サタデーだなって通り過ぎるときに思うぐらいだよね。 あ、レインボー、どこ？イエーイ。すごい、なんか不思議な花。カン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 。へえ。ベリーナイス。ベリー、ベリーシトファンテケル。へえ。ナイスだねこれ。うん、かわいい。あっちの方にも見たいので。なんかね、野菜全然ないですね。ほら、なんか蜂とか。うん。フィッシュ、フィッシュ、これいるのかな。あ、でも人がいるから売ってるかも。売ってるでしょ、ね、ちゃんとほら売り子さんいるやん。本当だね。ちょっとあの野菜売ってたら教えてください。あそこ分かりました。今日私の目的は野菜です。野菜、はい、あそこも野菜、ほら野菜、野八ゾーン、野菜コーナーだ。観光できたらまあ野菜はあんま買わないね。そうだね。でこういうのとかだって買っても持って帰れないでしょ。帰れませんね、うん、すごいね、ここにソテツみたいなやつも。すごい、これいいね。あ、見て、こんなの。したら珍しくアディダスの服を着てるワンちゃんがいる。違う、アディドックって書いてあるけど。アディドック。はい、アディドックです。すごいね、すごい。めで、あ、はい、あの、なんだっけ、レインボーが濃くなってるね。あ、本当だ。ね。いや、いいね、この食わず芋なんて日本で買ったらもう超高いよ。そうだね、きっと。すごい。あ、サボテンもいいな。なんか無駄に欲しくなるよね。ほら、見て見て、不思議な。なにこれ。なんかポケモンみたい。こんなのいそうじゃん。ねえ、これかわいいね。サボテン痛いかな。え、痛いよ、触ったら。あのクロスにいるやつ。すごいね。あ、これ超かわいくない？あ、こんなのかわいらしいね、このくらいだったら。サボテン欲しい。すごいかわいい、これは雪が降ってるみたいだよ。どうすんの？あ、モンスラ。これじゃないの？これかな？あ、これなのかな？見たことないもん、もともとのやつは。でも確かにあそれとか穴開いてるし、そうかもしれない。の仲間便利な言葉。でもそうかもしれない、うん、の仲間ってやつはね、うん、なるほど。でも本物初めて見たかも。来ました、野菜コーナー。可愛がられてますな、あの犬。お尻が開いてるのは中国のさ、赤ちゃんみたいで。あ、パクチーですね。あれ、パクチー。すごい。あ、なるほど。あら、美味しそうやね。うん、チンゲンサイ。ポンポンマンダラ。すごいね、これ。おお、おお。うまいです。うまいですね。見えない。な、何を？ブンタンカラマサを探しています。あ？ブンタンカラマサを探しています。ブンタンサバネだってさ。うん、万歳クルーだよね。なんだ？ブンタン。ブンタンからマサは分かんないけど、うん、多分カボチャの葉っぱかな。へえ。つるみたいなやつだな。つるみたいのがくっついたこういうなんか葉っぱの。うん。これだ。違う違う違う。あ、じゃあごめん。ないね。ないね。な
イス。あ、これ何？これローカルスピナッチみたいな感じじゃない？これロマロマ。なんでしょうねこれ。これあれじゃないですか？マスタード。マスタードなんとか気にあった。あれこれカラシナじゃないの？あ、そうなの、ね？うん。これですか？蜜ですか？これあれですよ。パクチーです。さすがに蜜葉は売ってないですけど、蜜葉は売ってたら買いますよ私。蜜葉とか。ミョウガとか欲しいね。じゃあそれは。あ、ハスの葉。ここなんかありそう。ハスの葉。なんかいろんな葉っぱが売ってるね。葉っぱ。ここ葉っぱが充実している葉っぱ専門店。葉っぱ専門店だね。これでもあれカンクンでしょ？はい。あれじゃないですか。季節柄とかどうなんですか？わかんないなぁ。これどうすんだろうね。これも食べるの？なんだこれ、ハスの葉っぱみたい。あ、違う、食わず芋か、これこそ。うん。食うんだ。食わず芋食う。芋は食わないけど、葉っぱは食べるのかな？そういうことですかね。まあまあ、食べられるのかね。ねえ、すごいよ、ほら、行きましょう、ここないですから。進んでください。あの向こうが、すごいね、あの絵とかも。なんでしょう。しかも待って、ね、ブランカイベントがあるっす。待って、なんとかドットコムって書いてあるけど。ブランカイベント。これさ、だってこれ新品でもさ、15ドルぐらいで買える。てかそれ、売ろうとするところがすごいよね。そうだな。ゆうこちゃん、あれテレビデオじゃない？違う？そうだ。きっとそうだね。これ何これ。あら、なんじゃこりゃ。面白い。ほら、なんか面白いよ、これ。どうなってんの、これ。植物としてどうなってんの。植物として、これネギですか。これはもうさ、ニンニクの芽みたいだよ。すごいね。さすが、ゴープロですな。ゴープロ。本当に。いや、天気がいいですね。そうですね、でも風はね、すごい強い。はい、はい、今日はこういう遊びをするよ。はい、いやなんか喋ってる、はい、今日はですね、若見ちゃんと行く、あ、よく見ちゃんと行く陸編お散歩コース、はい、でここはですね、ガラパンのマリアナメディカルセンターの前からなんですけど、若見ちゃんはよく歩いてね、うん、いろんなとこ散策に行くんですが、うん、そしてインスタグラムもやってるということで、うん、最近すごい綺麗にできたこの電柱の絵を、紹介していこうかなと思います。これなんだと思う？黄金シマハギ。マジ？シマハギだ。シマハギだ。シマハギじゃない。シマハギじゃないと思う。小金シマハギがこんな量いるか。やっぱこんだけ群れてるのを見たってことはきっと。じゃあ銀ガメ味幼魚。こんなに群れてない。ディンプル群れてる。いや、そうだけど、そうだけど、このさ、この子名前書いたって。あれ違った。え、書いてあるの？名前だと思ったら違った。じゃあターシー、うん、ターシーは海だよ、うん、そう、綺麗な海だし、なんかそんな意味だよね。シナーラなんだろう。知らない。まずブレてる。待って、ここ何？サイバーの頭が、うん、この電柱のコンクリの打ちっぱなしの、うん、ほら、あ、丸が本当だ。本当だ。すごい。すごいね。頭陥没してねと思った。本当だ。違う、私最初、うん、この人が頭に GoPro つけてると思った。流行りのそうのかと思ったら、うん、すごいね、このアイディア。すごいね。うん、私見て、タンクのホースが首の前を通って。本当だ。いろいろ突っ込みどころがね。突っ込みどころはいっぱいだけど、すごいね。すごいね。うん、はい。いや、これは青みがん、絶対。じゃあこのペースで行くとね、うん、日が終わらないね。はい、行きましょう。次行きますか。はい。
きそうなさ、そうだね、感じじゃない？そうだね。色合いといい、おしゃれ。ほら、これですね。ダイバーの頭に。あ、そう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 。ダイバーの頭になったのはこれだね。ああ、ほら、これ綺麗。あ、これ綺麗。これセンスあるね。ね。すごい上手。上手。やっぱりね、ほら、これ何？ジャンベ、ジャンベさんが描いたのね。あ、ジャンベさんが描いたのか。へえ、お上手。クラゲ、ね、クラゲも。あれは何？クラゲなの？え、ちょちょ、クラゲ。いやいや、そうだけど、あれもクラゲじゃない？すごい。これなんかこう、いや、ちょっとクラゲっぽいんだけど、ちょっと水面から。まあ、ダイバーもいないのにあぶく出すぎっていう件もあるけど、そうですよ。何から出てるこれだ。これは光合成してるの。なるほどなるほど。豊かな海です。ね、すごい。はい、次よし、次。見てこのタコの足、すごい細かい。これ好き。すごい綺麗じゃない。ね、これさ、やっぱハートにしてる？何？ああ、そうかもね。これさ、待って、この角出しが超リアル。本当だね。めっちゃリアルだよ。うん、そのままペトッと貼ったみたいじゃん。本当だね。すごいなんか。で、このクマノミはいないから、サイファーに。どれ？あ、このクマノミはいないんだよ。これはちょっと、うん、作ってるね。でも角出しはいます。はい、ちょっとふっくらしたね。で、この普通だし、ちょっとアンニュイな感じだね。アンニュイな、ね、物憂げな感じだね。そうそうそう。これはですね、ガンボ、ガムソン、ガムソンさんが書いたのかな。名前から、名前の主張でかくない？もうね、サモロゴなのか名前なのかがよくわからない。わかんないね。いや、ちょっとメモいいよ。すごい、この中すごいリアルだね。とてもいいです。グッド、グッド。普通にブレッドだと思った。あれじゃない、顔の小ささとか、うん、そうそう、あの体のバランスセンスと、あと持ってるもの、あのちっちゃいポシェットみたいな。そうだね、うん、あれ、これも録音してる。そうそう、一応ブレッドも取っとこうかな。これ色合い綺麗だよね。すごいね、目立つ。そうです、車で走りながらこれ綺麗だなと思うから。カヌーですね、カヌー。そうそうそう、時々さ、その本当に夕方、あ、見るね。見るよね、うん、見る見る。これ、それを見るとなんかすごく絵はがき感がある、うん、絵があるよね、うん。次はなんと、電柱の後ろに字が書いてあるっぽいです。本当だね。なんて書いてあるでしょうか。ま、パラダイス。パラダイス。違う、L だから。なんだ？パラダイス。チャマロゴだよ。チャマロゴだね。あ、やっぱり。海のことなんだ。パラダイス。パロンタキ。はい。これも。まあ、海のブレッドで見ましょう。はい、後でここに役入れときますから。はい。あとで聞いてみる。あれ、よくじゃない、ちょいちょいカメラの前に出るやめてもらって。じゃあ私は出てるっつうんだよ。はい、カメラね、そうだね。たまにほら一緒に来てるから。ああ、だから。若見ちゃんの視界にだって私は入るかもしれないじゃん。一緒の方見ちゃう。そうそうそう。そうよ。いや、やっぱりここの丸の付け方はあのダイバーが。最高ね。みんなとはね、無視してるからね。あれをやっぱ使うってとこは秀逸だったよ。ちょっとあれだね、北斗の拳
んで死んじゃう人の、あ、飛行機疲れたんです。そうだね、めっちゃ隠れてる、ほらやられないように。ついてるこの人は誰ですか？シャモ、古代シャモロ人です。後頭部ちょっと膨らましすぎじゃない？いやーすごい。そうだね、ちょっと違う。これは昔のシャモロの人ってやっぱり体も大きくて、がたいがとてもいい人たちが多かったじゃない？で、じゃ勇者みたいな、ここも筋肉、きっと後ろから狙われてもね、大丈夫ね。なんでこれ入れる？なんか見るとこいないって気分だよ、気分。これを描いた人はもしかしたらサイパンの海、サメの尻尾じゃないこれ。ちょいちょいさ、サメの手抜きだね。尻尾がサメたる証拠にならん。ちょいちょい手抜きが、ちょいちょい、ちょいちょい想像で。私さ、こういうドルフィンリング流行ってる。フェンリング、ああそうだね、そう、頭と尻尾とかあったね、いやですよ。ゴミ箱作るはありがたいんだけど、めちゃ上手。ほら上手です。あ、甲羅ないね、こっちもすごい上手上手。口になってる。いやー抑えてますね。そうそう、縦島巾着だよ、受け口だよね、いやでも可愛い絵だよ、これはこう描いた人の絵だよ、ね、そうだね、ね、韓国人ですね。すごい好きなんだけど。あ、本当だ。本当だ。この M 努力賞を与えたよ。そうだね。敬意を表して。M だと思ってなかったか、昔。
リコちゃんにギボエコを感じる。怖いですね。木の声とか聞いてそう。いやでも。感じるんで。あ、そう。違うから。いや、わかんない。その後ろの感じは似てるかも。後ろのこうなんかこうなってる。ね。あ、正解。書いた人でしょ？うん。ほら、作者同じ。あ、本当だ、本当だね。この子はアニメチックな絵を描くんだね。私この子あれじゃない？ダイバーか、うん、近い人にダイバーがいるね。そうじゃないとなかなかこの、うん、魚をピックしないよね。そうだよね。これをノンダイバーでこれをピックしたら、うん、すごい、うん、認める認めるって。上から目線なのかしてるか。ナポレオンかと思った。遠くから見たらどれが？この色合い的にタコ。どれよ？タコ？うん。あ、なるほど。もうこれはアニメにしすぎ。そうだね。やりすぎ。これはこれもでも同じ子だね。だってまたほら。本当だ。あ、同じ子だね。スター大集合。スター大集合だ。でもうまいねこの子も。上手上手。丸口姫路みたいなやつ。
ねえ、違うわ、これ赤姫路や、赤姫路、赤姫路、赤姫路ね、この黄色いラインがすごい、この口が なんかパワー、パワー出してる、地元の人、本当だ、あ、そういうこと、わかんないけど、そういうことかもね、ちょっとあれみたいじゃない、ポニョの、そうそうそう、魚みたいと思った、そしてさ、この帽子はさ、モードって書いてはいないよね、モードだよモードだよ、これ何、日本人じゃないでしょ、でも日本人モードって書いてある帽子かぶんないよねやっぱりこれはシワ、シワを表してたと思うんだけど、どう見てもさ、日本人にはモードって呼ぶじゃん、いや、完全にモードでしょすごい、ちょっとこれ写真撮ったら、モード、はい、モード、あ、先生、はい、先生、はい、私分かりました、これペットボトルのギャップだと思います、ペットボトルのキャップ、これあ、それで書いてあったってことじゃない、サイズで合わせて、サイズにそうだね、ほらほら、ぴったり、イエーイ、これどういう意味だろうか、あら、いえ、ジェル、ダラジェル、まあこれも後で、そう案件が多すぎる、ピッキン、本当だね、私が分かるのはタワザと天秤しか分かりませんこの木さ、うん、こっからこの3本がなんか面白くない、なんだろう、あ、まあ、同じ1本じゃないの、1本から3本出てんのかな、すごいね、こうやって台風で倒れても倒れてもちゃんとね生えてくるね、